明けましておめでとうございます。ただいまより、社団法人日本工作機工業会の平成21年新年合宿交換会を開催させていただきます。最初に当工業会の寺町会長から新年のご挨拶をさせていただきます。それでは寺町会長、皆様明けましておめでとうございます。だいぶ声が小さいということは現在の経済の状況といいますか、私どもの様子を表しているのかもしれません。さて、お気づきのようにですね、ちょっと私もびっくりしたんですが、会場がですね、昨年に比べますとだいぶ広くなっております。実際にお見えになっている方々は昨年を超える方々にご参列いただいておりまして、会を代表いたしましてですね、お忙しいところにいらっしゃいました皆様方に対して厚く御礼申し上げます。さて、なかなかの昨年会長に就任したわけでありますけれども、大変難しい時代に会長になったなと。で、今日の挨拶もどのようにしたらいいだろうということをですね、考えてというよりも悩んでおりました。今年いろいろな工業界の新年合宿会に参加させていただきましたけれども、どちらも具体的な数字が出てまいりません。私どものようなどちらかというと従属的な業界から見ますとですね、数字が出てこないということは私ども数字が出せないと、こういうことになっているのではないかと思います。ただ昨年の2008年度の年度といいますよりも2008年の歴年ベースで考えてみた場合にはですね、当工業界も8月まで生産販売という面では大変順調に推移してですね、2006年度の最高を超えるような状況で推移しておりましたけれども、9月からは急降下、また受注ベースで見ますともう少し早くから悪くなってきております。したがって歴年ベースで見ますと当工業界の2008年のですね、実績としますと、まあ、数パーセント2007年よりも悪いと。ちょっと12月はまだ最終集計ができておりませんので、まあ、そのような感じでありますけれども、年度で見ますと多分これからの1月から3月が入ってまいりますので、2桁以上のダウンになるのではないかと思います。まあ、そのような状況にございます。まあ、私ども一番関連があります工作機械工業会の方の数字をですね、ちょっと申し上げておきますと、まあ、願望として2009年度は1兆円ぐらいの受注をしたいというお話でありますけれども、まあ、昨日のニュースダイジェストさんの予想でいきますと8000円と、それから個人的なお話でですね、幹部の方にお聞きしましたら、まあ、6500億ぐらいもありえるというようなお話がありまして、私どもの進むべき道というのは非常に茨の状況にあるのではないかな、こういうふうに思っています。で、まあ、そのようなデータ的なお話はその辺にいたしまして、まあ、私自身、去年の12月にはですね、地球が静止した日という映画が封切られまして、まさに今の状況に、当たっているような映画がですね、封切られたなと、こういうふうに思っております。それどころか静止したんではなくて、今現在は逆転をしていると。だから地球はですね、東へ向かって回転しているはずが、今現在は西へ向かって回転を始めたということではないかと思っています。まあ、これを早く正常な東回りに回転を変えなければいけないということであります。で、まあ、その中で、経団連の御手洗さんはですね、政策的な出動と、もう一つ民活という話がありましたけれども、なかなかやはり民間というのは、これは個人も含めてでありますけれども、主政に入りますとどちらかというとどんどん守りに入ってしまうと、
なかなか雨漏りに入っている中で攻めに行くというのは難しいわけでありまして、まあ、私からいたしますと、政策当局におかれました、また政治家の皆さんにはぜひともですね、この回転を止める、逆回転しているものを止める、そして、少しでも東へ動くまでのご支援をいただきたい、こういうふうに思っている次第であります。とはいえ、私どもも当工業界のメンバーも生き残っていかなければいけないわけであります。まあ、幸いに私どもにとってチャンスがあるというのはですね、やはり一つはここのところ自動車業界の様子を見ましても、ハイブリッド車、そして、ハイブリッド車を超えましてですね、エレクトロニクスといいますか、電気自動車、まあ、簡単に言いますと電気自動車ですね、そちらへの動きを非常に加速しています。まあ、そういうような新しい、変化ということに対してはですね、私どもに対しても大きなチャンスの時を迎えているのかもしれません。耐え忍ぶところは耐え忍んで、そしてお互いに協力し合えるところは協力し合って、この苦しい時代を乗り越え、そして次の時代に向けた新しい種まき、開発やマーケットの開拓ということをですね、通じて頑張っていきたいと思っております。まあ、私も会長の立場になっておりますので、少なからずともこの会の皆様の発展にですね、少しでもお役に立つようにいろいろな発信をし、また協力をしていきたいと思っております。引き続き会の皆様におかれましてはですね、絶大なるご支援をよろしくお願いしたいと思います。また関係諸団体の皆様方、ぜひ新たなマーケットを開いてですね、一致団結して進めるような形であっていただきたいと、こういうふうに思っております。今年は日本では大きな展示会がございませんけど、中国では、まあ、中国では世界四大ショーと言われている北京での国際会見本市もありますし、また秋にはエモミラノで開催される、まあ、今のところ私どもに入っている情報でいきますと、やはり出品者数でもですね、過去最大になるというようなことも聞いておりますので、